政治の中にしっかりとした選択肢をもう一度立て直し、そして政治に国会に緊張感を取り戻す、暮らしを見ている人たちの声をしっかりと届けていって、しっかりと迫力を持って押し込んでいく、そういう力を取り戻さなければいけない。取り戻せるのは私たちしかいないと自信を持っています。問われているのは、この安倍政権が2年間目指してきた国の方向性が皆さんにとって本当に良かったですかということなんです。借金を多く作って、その借金はそっくりそのまま次の時代の子どもたちへと引き渡されることになってしまいます。いろんなことがバレてきた。アベノミクス、景気は良くなってる、喧伝してきたけれども、果たしてそうだろうか。そろそろ国民の皆さんは気づき始めている。ムードは良くなった、株価は上がった、しかし儲かってるのはごく一部、株をやってる人、大企業だけ。地方の暮らしは全く良くなってないではありませんか。頑張ろう、頑張ろう。ちゃんとしたお給料をもらって、そしてやはり子供を産み育てていけるような環境を作る、これも進むの景気対策ですよね。子供手当、私たちは1万6000円払ってましたけど、今1万円になっちゃいましたよ。本来なら正規雇用を減らして安定したお給料を